ルリを捕まえられるなんてあんた運がいいねあたしと何か賭けをしないラッキーもしかして今日もルリのラッキーでもっと大きな賭けをしようよそれからもっといっぱい賭けをしよう一番ワクワクする賭け金はみんなの命とかふんふんふん遊びに行こう もっと刺激的な賭けがしたいの負けたルリが負けたのやっと迎えに来てくれた一人はつまんないんだもんルリと何かして遊ばない 25口径の弾丸が頭を貫通するのにかかる時間は0.45秒なんだってうーん誰かに試してみるルリは超有名な殺し屋だよテクニック戦術情報そんなのが必要なのは運の悪いやつだけでしょルリが目をつけたら神様がやつを見逃さないんだもん子供の頃から どんなゲームでもルリは負けたことがないんだズルする必要もないし努力する必要もないみんながルリを超可愛がってくれるから局長あんたもそうでしょ復讐はルリの目的じゃないよ <laughs> ルリが生きていく理由だもん爆弾も敵も ブラックウォーターもカルトも殺人モンスターもルリは怖くないいつか黒幕を引きずり出してやるもんルリはあんたにありったけのお金をかけてるんだから勝手に命を落としちゃダメまた四つ葉のクローバー見つけちゃった <laughs> 局長ほど運が悪いときっと一生に一本だって見つけられないよねいいやこれはあげる。 その代わり、もう少しルリと遊んでねバーンバンバンバン局長、暇なのルリと遊びたいじゃあ、これで賭けしてみないあ、局長ルリと一緒に遊ぶ出発 帰ってきたよ今回は走り回ってないもんえルリってばもっと強くなれるの頭を触らないで子供じゃないもん また四つ葉のクローバー見つけちゃったウフ <laughs> 局長ほど運が悪いときっと一生に1本だって見つけられないよねいいやこれはあげるそのかわりもう少しルリと遊んでね